目を閉じるな。お前の未来から目をそらすな。あんた一体何？お化けのストーカー？あんたと呼ぶな！ムント様と呼べ。私とうとう変になっちゃった。変じゃない。信じるな俺様を。お前が見て知ったことを。お前は見た、破滅していく世界、滅びゆく二つの人類。今それを避けようと世界はあがいている。遠い過去に存在した関係を取り戻すためにな。さ、力を貸せ、夢見。夢よ、きっとこれは幻。お前には分かっているはずだ。夢見、さ、時間がないのだ。夢見。あんたなんか見たくて見たわけじゃない。自分の未来が消滅するんだぞ。お前だけじゃない、全てだ。お前の世界そのものが終わるのだ。お前が力を貸さなければな。さあこっちへ来い。さあ夢見。うるさい、嫌なこった。どうして私がそんなことしなくちゃいけないの？もっと偉い人に頼めばいいじゃない。私にそんな力なんてない。お前にしかできないんだ。知らないって言ってるでしょ。だいたい触れもしないじゃない。それでどうしたら力が貸せるの？ダメ、私誰と会話してるのよ。これは私の妄想。あの空もこの変な人も。ここまで知覚が足りんと、これでは地球の壁はとても。逃げても何の解決にもならんぞ。かつて二つの世界は悪との循環によって結ばれていた。しかし遥か昔その循環は断たれ、今世界は破滅の時を迎えている。それを回避するためにはお前の力が必要だ。お前にはその力があるんだ。そんなバカな話信じられるわけないでしょ。ちゃんと見なさいよ。ここは崩壊も破滅もしていない。みんな普通に平和に暮らしてる。破滅はすでに始まっている。お前はそれを見て知った。お前にはそれを回避する力がある。未来に対する責任がある。宿題なら済ませたわ。俺様が言っているのは未来の話だ。未来。そう、お前と世界の。私あんたもあんたの言ってることも信じない。でも聞くわ、私に何ができるの？私にできることなんてあるの？ムント様だ、あんたと呼ぶな。教えてムント、私に何ができるの？だから違うの。お母さんが食べちゃダメだって。モンタロウは漫画だから食べられないの。バカだな。寝違えちってさ。何へこんでるのよ。お祓いしてもらう？ほら、たかしの家って神社だから。夢見の力になれないのが悲しいわ。カズヤ君、スズメ、スズメ。昨日の堤防。
こんな時に。またいい加減にしてよ。今それどころじゃ。大丈夫？なんだか苦しそう。夢見地下の風、アクトの力を俺様に。だからアクトって何よ。見たこともないわそんなの。自覚しろ。アクトとはお前の天井を見る力、見えないものを思う力、望むところへ進む力。わかんない、わかんないよ。信じろ夢見、自分の力。でもイニシエの悪と兵器グンタールめ、嫌なものを落としてきた。そうだな、どっちかっていうとクロールかな。監督が平泳ぎでお願いしますだって。なんで？作画の関係だって。次回、空を見上げる少女の瞳に映る世界。立ち向かうこと。